一号サギです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えっとリスナー様からお手紙っていうかでメールいただきましてちょっと発表しております。えー、A 氏のインスタでこれ一号サギチャンネルの方に載せてあるのでよかったら見てください。S のインスタで。 なんか人がねいっぱいいるんですけれども中心に人がいてこのこのチラシレトロスギだからなんかこういうふうなこと書いたんだかなと思うんですね。うんで この中心に乗ってる人がとある人に似ているっていうことをちょっと見ていただきたいんですけれどもこのチラシのチラシは多秘ですねでレストはレストルームで片付けるっていうふうなことではないかっていうふうなコメントをいただきましたちょっと似てるんですよそれもしあれでしたら見ていただけたらと思いますで、えー、K 監督の 見てきました。慶監督はあの私ちょっとブロックされちゃってるんですけどねちょっと他の方からねちょっと覗き読みしてきてるんですけどねえー、負けたからおしまいじゃないってねそっから始まりなんだっていうふうなあの、まあ、終戦記念日にねあの合わせてインスタグラムを上げてました。やはは、りこう、日日本本が負けた、そして日本は まあいいようなカモになっておるなって日本はいいカモになっとるなってところですよ天柄もんって言ってますよねいいカモになっとるなってそこをそっからが始まりなんだってだからなんとかこれをね切り抜けなければいけませんよねっていうところですねあの諦めたら終わりなんですよもうどうせねあの長いものには巻かれるべきなんだっていうふうにおっしゃる方もいるけれども諦めたら終わりなんですようん何でもいいって言ってわけが いかなくなくっちゃうので、うん、まあそういうふうなことがねちょっと不思議ななんか来てましてねまあいろんなね、あのー、団体便が出てきてねそれをそれがだけが悪いわけではなくてやっぱりこうね、うん、やっぱり癒着ってあるんですよね癒着が癒着があるんですよ。 この非課税な団体とかと癒着があって、ね、その癒着で動かされているでまあ結局はもう諸外国に日本はいいかもになっているっていうところなんですよねそこが問題なんですよ。で表だって出てこない事件とかってあるじゃないですか、ね、そういう事件も全部そういう形があるんですよ。うん ご視聴いただきましてありがとうございます。一ツイッター一号下げチャンネルの方に画像は載せてありますので、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。どなたかに似てると思います。なんかね、あの A 氏のインスタであげるっていうことは何か意味があると思います。それで、えー、田中さんのね、ちょっと寝てる時の多品だ顔、多品だ顔ですね、みたいだねみたいなところの写真もあるので。 なんかこれも匂わせ、誰かが裏でこうなんかあ,あるんじゃないかなっていうところを感じました。1号でしたではチャンネル登録グッドボタンベルマーク通知もお願いします。